ナスカサバイのチャンネルです。1月の4日土曜日です。15時30分です。今日もね、天気いいです。で、昨日の夜はちょっと冷え込んだんですけど、今日日中はね、割と暖かくて、半袖でね、普通にいられる、そんな感じのバビエンです。ですね、昨日コメントいただきまして、ご覧いただいた方から開国のニュースですね、再開国の、ラオスグリーントラベルゾーンです。トラベルグリーンゾーンですね、間違えた。こちらのね、動画を見ていただいた方からですね、コメントで、今日再開国はいいんだけども飛行機どうなってますっていうようなご質問いただいたんですね。で、まあね、僕もちょっと飛行機について全くね、調べてなかったんで、ちょっと今日調べてみました。で、調べてみたんですけれども、稚内空港ね、あそこ公式サイトないんですね。で、逆にラオエアライン、ラオエアなんかは、あそこもね、公式サイトがね、動いてないです。で、エアアジアで検索かけても、ラオ行きのフライトスケジュールが上がってきません。で、スカイスキャナーで検索かけても、全く情報が上がってこなかったです。うん、でですね、いろいろと探してみたところですね、年末にね、稚内空港に行かれたね、ブロガーの方が行って、その方の記事を発見しまして、その日はね、その方が稚内空港、まあ、BHR 在住の方なんですけども、稚内空港の様子を見に行ったっていう記事を上げてらっしゃいました。で、その中ではですね、その日はバンコク行きと、インチョン行きの2便がですね、動いているということでした。で、僕のね、知人が、去年の10月かな、日本に一旦ね、帰国したんですけども、その時はね、経由ですね、クアラルンプール、マレーシアですね、マレーシアの空港を経由して日本に帰ったって言ってましたね。で、今日、在ラオス日本大使館ですね、そこの公式サイトの中でね、2月のインチョン経由、韓国のインチョン空港経由の、臨時便、チャーター便ですね、の、運航についてね、触れてましたんで、現状でもね、臨時便、チャーター便でしかね、運航は、行われてないんじゃないかと思います。うん、なんつってもね、どんなにね、検索かけても、情報はヒットしないんで、まあもうこれ推測でお話しするしかないんですけども、現状ね、空路で、ラオスへ入ろうと思ったら、そのチャーター便を利用するしかないようですね。うん、まあね、チャーター便ね、利用してまでっていうね、これで、ラオスにね、観光旅行でね、来れるのって話ですよね。まあちょっとね、現実的じゃないんじゃないかなと思います。うん、で、まあ、そういうわけでですね、空路がダメで、まあもうすでにね、タイにいらっしゃってる方、タイの在タイ邦人の方なんかだと、農会のね、第一有効橋ですね、第一有効橋を利用して、ラオスへの入国はね、トラベルグリーンゾーンの、そこの限定地区ですね、そこへのエントリーだったら可能なようですが、今度ね、いつタイに戻れるかっていうのがね、ここもね、不確定要素が多すぎるんで、やっぱりちょっとね、この時期のね、ラオス入国っていうのはね、ずっと見送った方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、リスクが多すぎます。で、そんな感じなんで、まあ、あれですね、トラベルグリーンゾーンは、まあ、政府が止めなくてもね、事実上ね、機能してないと思うんですよね。もう足がないですからね、足がないんで、ラオスに新しく入国するのはね、難しいんじゃないかと思います。うん、
まあ、もう少し経てばね、おいおい、航空各社がね、まあ、以前のように前はね、エアアジア、バンコク、ビエンチャン間もね、エアアジアが結んでましたし、あと、ビエンチャン、ビエンチャン KL 間も結んでましたね。で、東方航空ですとか、まあ、ものすごいたくさんのね、航空会社が。で、韓国からはね、1日4便、週28便とかね、飛んでましたね。うん、でそれぐらいあの便数があったんですけども、今は全くなんですかね、運行されてないんで、まあまあ、これはね、疫病騒動がね、収束を待つしかないと思うんですね。これからも、ちょっと、ね、飛行機の運行状況っていうのは、注意をして、います。で、注意をしてくんで、フライトがね、復活し始めたっていうニュースが見つかったら、またいち早くね、動画の中でね、皆さんにご報告して、皆さんがね、ラオスに遊びに来るのをね、お手伝い、情報提供してね、お手伝いできればいいなと思ってます。うん、まあね、けど、そうね、うん、空路でラオスに入ったのってね、何回もないんですよね、実は。ミャンマー行った時に、ケールから飛んできたのと、あと日本の帰りで、あれか、ハノイから帰ってきたのかな、ハノイ経由で、空路で入ってきた。これ2回ぐらいしかないんですよね。うん、なんで、どうしてもね、もともとタッカーなんで、陸をね、張って、ハイグル旅行してたんで、あまり空路の方はね、僕、注意がいかなかったんですけども、やっぱりね、時間短縮できますからね、空路に対する、ニーズが高いようなので、まあ、ちょっと心を入れ替えてね、空路の方も、しっかりとね、情報収集をね、していこうと思います。ねえ、本当に、なんとかしてほしいですね。まずね、もうそろそろ本当にね、あれでしょう、皆さん、海外行きたいでしょう、ね、バンコク行きたいとかね、ラオスに行きたいとかってね、本当にじれてる方もね、いらっしゃると思います。まあ、もうこればっかりはどうしようもないんで、時間の経過でね、騒動が収束するのを待つしかないと思います。頑張りましょうね。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございます。